お伊勢様が向こうの方角になります、はい、神宮が。じゃあ合わせてお願いします、はい、私も無事に解雇ができる。さて、はい、これで始まりますけど、はい、帰るかどうか、はい、お願いしますね。どんなもんだかちょっと見せてもらって。チャチャチャ、よく書いてる。もう、はい、8割方は書いてるかもしれない。こっちが書いてる。ここの白い卵がまだか、うん、まだというか、はい、残りという、うん、はい、お邪魔。これで買い始めます。最初は結構厚くやりすぎた。太鼓が重いって言ってない、うん、ああ、いい、私が切るで。太鼓さん、ちょっとこっち出すか、これ、うん、あまり小さく切ってもまたあれだよな、食べにくくなる。さあちょっとやるか、送り始めだよ。わあすごい。あのあまりやりすぎても。おはようございます。よろしくお願いします。ご苦労様です。あまり熱く やっちゃいかんなんておばあさん言ったけど、うん、やりたくなっちゃうな。やりたくなるよね。なんか隙間なくやりたくなっちゃうけどさ。めちゃくちゃわかりますね。こう相手がおるもんで、ね、動けるは動けるもんで。そういう時間から小さい宇治みたいなのが。そうです。そうです。それが岡田さんです。そうです。そうなんです。まあここじゃ餌の方がずっと多いわけですね。大きくか。ねえ、それはこれ以上は小さくは。うん、そう、解雇にしてみれば、温度が下がるのが、そう、しける方はわしいいんだけどさ、今度はね、温度が下がるのが、そう、今度はね、今度は改良したでさ、改良した、うん、こう見てよ、あ、狭くしたら、本当だ、練炭、練炭買ってきました、ありがとうございます、まあ、そうそうそう、今度はい、こっち行きましょう。立て、立てですよ。立てて、かよくか、どっちから、なんだか知らんが。はい、今ね、潰しちゃったよ。かよく潰したって。小さくて見える。半分にして。これで何匹、ぐらいいるんですか。つまり、このシート1枚が2万頭なんですね。2万。はいはいはい、でちょっとそれより少し少ない、うん、少なめ、少なめ、うん、でボブっていうのがあのハンベラ、え、ハンベラで、ボブで七ボボリンはそのちょうど、そう、75% ぐらい、うん、7500ですけど、多分種屋さんは余分に入れてくれてると思いますので、まあまあ、2万まではいかないかもしれないけど、2万近くは。で、種屋さんっておっしゃいましたけど、どういう意味ですか。あの、今、その、卵、なんだっけ、卵を送ってきてくるところ。会社が、そうそうそう、そうなんですか。こういうあの種を専門に作ってるところがあるんですけど。種って言うのは動物ですよね。あ、ごめんなさい、種っていうのは蚕を。蚕の、ね、卵。そう、で、あの、海数専門のところがあるんですけど、そこから送られてきてます。あ、そうなんですか。そこはもうあの品種をキープするためにあの一応そのちゃんとしたちゃんとして、うん、だから種を本来作るのは個人では、まあ、今どのぐらいどういうふうにあれしてるか分かりませんけど、一応個人ではダメなんですね。あ、そうなんですか。はい、個人で種を起こすっていうのは変な雑種ができるといけないから。雑種もそうですし、あの弱い種ができるんですね。どうしても何代かこう交配してるので、はいはい、弱い種ができたりして、で病気とか、そう、悪い品種が、でそれでヨーロッパに送ってた蚕の産業がダメになったので、
あ、そういうことでね、はい、それで禁止したんです、はい、あ、そうなんですか、うん、あのすごくダメなんです、個人でやるのは、あの基本的にはあの、はい、趣味で個人的に家でやるのも、まあ、本来はよろしくないっていうことですね。そう、まあ、だけどその病気に出ようが何か、はいはい、それでもあまりそれを そこから起こして、あの広がっていくと、ね、広げるというふうになってくると、はいはい、あのちょっと問題になるかなっていうのはありますね。あの昔そのすごくいろんなところで儲かるってことで、そういう品種改良っていうか自分のところで起こしたのをこうどんどん海外に輸出したんですけど、それが元で反対に禁止になりました。あの問題が大きくなっちゃって、うん、日本ではこんな変な種を送ってくるのかということで、あの社会問題になった。それで禁止になったんですね。なんで、あの、え、戦戦ごめんなさい、戦後なんか法律的には最近撤廃されたんですけど、あ、撤廃した、あ、もう撤廃はされてるんですけど、うん、できるだけやらない方がいいっていう、うん、確か10年ぐらい前に情報を配信にはなったんですけど、まあ、反対に買う人がいないからそこまでやる必要はないから、そうですよね、産業的にも、うんうん、まあ商売以外はよほど変わった人しかやらないですね。よほど変わった人しかここ来ないですけどね。はい。はい。なんか、はい、変わった人もあって、そうですね。ここね。はい。なんとかするもんで、うん、生産農家と消費者である工芸作家の人も、うん、そういうところと直接結びついて買うと。うん、生産農家、今までは農協を通して出荷しているだけだから、あ、後工程が分かんない。まあ、そう、私帰ったときにものすごい強い。ついたときはいいかもしれない。低温度が何度までいってるか。まあ、これで見ると24度か、22、3度か。これで差が3度ぐらいなので、ちょうどいい。湿度も。80% ぐらいあるで、ここに入れてどのくらい、ああ、それはもう気休めなので、うん、2時間置いといて上がってくるかなと思うんだけどさ、見て、上がるだけ1年かかりますよね、まあ、2時間でも3時間でも、まあ、いつまで置いとくやねんけどね、ちょっと見てみねえかも、上上がってきてると、あと田んぼの織物会社に行って田んぼにして、その田んぼに絵付けをして、でも全部その工程が午後なんですよね。なんでもう専門職ばっかりで、あの染めとかに至っては本当にあの下書きをするのはここので下書き済んだらここの工程だけはここがやる、次の工程は他のところがやるって言って、もう一つの例えば訪問着なんかを、まあ極端なこと言うと訪問着なんかそうですけど、もうすごい時間かかるんですよね。大島にしてみても本当に一旦組んだのをまたそうあの組み直す、なんであの工程を見るとあの金額かかってもしょうがないかなと、皆さんの給料でやったらもうやりたくなくなるのは当然だなと思ってます。だからどこまで持つかっていうのはもう皆さんのやる気と気概だけかな、はい、思ってます。はい、まあ、あの大変ですね。とにかく信じて、信じてか、お医者さんに流すのは、もう正直あの、ご奉仕でございます。はい、はい、あの飼育場で、父の代からやっているので、でこちらの滝本さんということで、あの津沢の中で、養蚕農家としてあのやっておっていただいたんですが、まあ飼う量も少なくなってきて、まあお互いに共同で飼った方がいいということで、滝本さんの方もここであの一緒に飼っていただいているということで、まあ中心、私は農協にちょっと勤めているので中心的に飼っている。で、クワはほとんど滝本さんのところであの使っております。で、あのこちら山本さん。主にあのカメラと技術を担当して、技術っていうのはいろいろ、僕は機械類を使うので、あの、例えば眉の毛羽を取ったり、毛羽っていうのはその眉の中 あの外回り の毛をですね、取ったり、そういう機械があるんですけど、そういったものをこう直していただいたり、いろんなあのことをお願いしております。
本当にあの欠かせない。で姉2人、私の姉2人でございます。すいません、よろしくお願いします。それであのまあ1年を通じて桑の生産からですねあの管理があるわけですけれども、で今日は炊きたてということでございます。でお蚕は非常にあの弱い、菌に弱い、ウイルスに弱いかどうかあれですけども、ので3日ほど前にここはですねホルマリン消毒といいまして殺菌をやっております。一番最初に入られたらきっとこう 目とかそういうのがきっと今日は痛かったと思うんですけど、多分あの中もきっと目が痛い状況になっていると思うんですけれども、まあ、そんな形でホルマリン消毒をやって、準備を整えていきたいと思います。であのこれから一応上毒といいまして、その完了がですね6月の8日を予定しております。で約1ヶ月間ここであの繭に、なるまでですね、育てて、そして、その1週間後ぐらいの6月の14日にですね繭かきといいまして繭を予定ではですよ、そんな形で群馬県の方に出荷をします。であのその間ですね繭はあの蚕は5回脱皮をします。で最初はあの細かく刻んでみたいな形ですけど、そのうちにこう葉っぱだけで、そしてあとまあ今枝からやるってことはあまりないかな。いや枝やるね最後は、ね、最後の最後の最後はね、最後はあのものすごく食べるので枝ごとあげたりとか。で本日のその繭あの種というのが、品種がございますですね、長野県の上田山種というところで、上田あの上に上下の上に田んぼの田に、山種というのはあの天に虫と書いて蚕の種というそこのところで専用にあの繭を育てて孵化させる、そこの業者があるんですけども、長野県の上田市、そこからですね、本日は春麗と霊月、あ、ここに書いてありますね、確か書いたと思ったけど、あ、書いてあるね、あの5月8日のそのスケジュール表のところに春麗と霊月、これを1万5000頭、お蚕っていうのはその1匹2匹とは数えません、1頭2頭で、あの昔はお蚕にさらに様をつけてお蚕様っていうくらい地域の経済活動には欠かせないものでしたですけど、ね、まあ今はこんな状態で、産業としては成り立たなくなってしまったので、今はもっぱらあの伊勢神宮、そして昨日はあの東京の明治神宮に貢献をしていたことで、で、3月の初めには長野の柏原神宮、そして5月の3日にはですね一宮の戸賀神宮で、そこにここで生産された繭を献上させていただいて、なので伊勢の天照と大神様の冬の服はですねここで生産されたのがお召しになっている、で7月の4日に公式参拝ということであの伊勢神宮に行って書き打ち参拝させていただいて貢献させていただく行事があります。まあざっくりそんな感じで、もしあれでしたら質問がございましたら皆さんに聞いていただければお答えできることはお答えさせていただきます。では本日はようこそ。じゃあいただきますか、ね。はいはいはい。どうぞ。あ、おかけください。なんかあるか。あ、そう、1個ここへ置いて、はい、なんかここ、そうそう、これであれだよ、始まりの儀式終わりですか。終わり、あの、これが終わった、直来直来直来、はい、儀式がだんだん派手になって、派手になって、どんどんこれから去年まではこれなかった、来年になるとどんなんだろう、来年になると、来年はもっと盛大で、盛大に落ち着きやりだしたり、そうそう、落ち着きがあるから、昔、滝本さんが文献で調べたことによると、もう必ずこういったことがあると、餅をついて、
お買い得にお祝いでみんなでこうして、まあ、あの農業は全てそうですけども、あの協力人手がいっぱいいるので、あの皆さんの協力がないとなかなかできないということがありますので、あのもしあれでしたら作業着を着ていただいて、あの、はい、今日は重々承知してよっぽど迷いました。普段モンペなんです。あの、はい、多分あ加藤さんご存知、そういつもモンペなんだけど、まあ今日はいいかなと、さすがに、うん、はい、ありがとうね、ごめんね、ありがとうありがとう。ついでに送ってもらったらどう？うん、あ、はい、というか取ってもらおうか、うん、取ってもらってください。うん、はい、真ん中に置きますので。と言いながら、あ、こぼれてるよ、こぼれてるよ、こぼれて、あら、まあ大事なおみきが、大事なおみきが早く飲んじゃう。あら、本当だね、ごめん、ハーブさん、そこにティッシュ、佐藤さん、お湯が確かそう入ってないから、そうね、昼間のおつくぐらい、そう、今日、今回はちょっといつこようかな、あ、そうです、ぜひ、ごめん、はい、それでいただきますか、はい、はい、いただきます。いただきます。あ、しんどいだから。うん、はい、いただいて。違う違う、ね。いや、こぼれた分だけ違う。あ、もしかして。あの、いただく。もうない。もうない。ないやっぱりご利益ないよ。ありがとうございます。はいはいはい。あの、私どもが、あの、奉献するのは、渥美半島に甘味噌御用所というのがございまして、それが、神宮の神宮なんですよ、正式名称は伊勢神宮とは言わないんです。なので明治神宮やあの柏原神宮とか、あの いろんな神宮があるんですけども、伊勢の神様だけは神宮、唯一無二、世界に二つとないこの神の宮ということで、神宮というのが正式な名称であります。この、まあ、2000年ぐらいの歴史の中でですね、1300年ぐらいの歴史の時にですね、あのこの封建が始まりました。で三河赤引きの糸といって、この地方がその一級品のその繭の産地ということで続いております。それであのまあ、あ応仁の乱が京都で始まりまして、そこで国が乱れてしまって、全国で乱れてしまって、そこで一旦この地方から繭を送るというのが途絶えてしまったんですけれども、約20年30年ぐらい前に、明治34、5年の時にですね、渡辺熊重という方がですね、10年間ぐらいかけて復興しました。で今そこの甘味噌、先ほど申し上げたあの渥美半島の先端の渡辺家がですね、復興させたということで、まあ、お宮さん御領所っていうのはあの渡辺家の神社みたいな形になっております。そこでそこからですね、あのそこを通じて私どもは一生産者として、昔はあの繭を集めるにですね、封筒にですね、あの何千件って繭の生産農家がいたので、一粒とかご協力いただける方はあの出してくださいって封筒が配られて、その封筒に一粒とか二粒入れればですね、神様がお召しになる反物のように、ね、二単や三単すぐできてしまうということでございまして、でまあ一件二件減りで、最終的にあの竹間さんと私のところと、まあ養蚕農家っていうのは、まあ、愛知県で2軒だけという形になってしまっております。あの稲部の方にもですね、あの、繭っ子クラブといって、あのそういったあの繭を生産しているところもございますが、一応、まあ、農家としてはあの2軒だけということで、ございます。それでですね、まあ、なぜ、赤引きの糸っていうと、まあ、清純なあの汚れのない糸っていうことで、あの赤引きの糸っていうふうに言われているんです。でもですね、ちょっとあの最近ですね、おそらくそうじゃないかなっていうそのことを
愛知学専大学のですね、堀田優子先生、今大阪の摂南大学にお見えなんですけれども、その方がですね、なぜ赤引きの糸っていうかっていうことは、あの文献を調べたんですけれども、それによりますとですね、愛知県三市業市っていうのが、あの1964年、60年ほど前にあの発刊されてるんですけども、それによると、あの縁起式町長会っていうその本があるんだそうですけども、そこには、赤引きの糸は未だ練らざる者を言い、練るっていうのは、あの糸をこうほどいていくとゴワゴワなんですよね。そこをそのまあセリシンとかそういった形の部分をあの取ると、そうするとこう柔らかい糸になるんですけれども、それをあの練らざる、まだ現物のままのそのものを赤から引きしのすすしの糸というこの難しい漢字があるんですけども、それそういうふうに読むあの、はい、だそうであります。それで、すすしの糸とはすなわち未だ練らざる彩服のことなり、つまりあのすすしの糸っていうのはまだあの加工されてないあの彩服ですから、あの神様、あのネギ様が着るようなね、そういう服のことを言うということに、と記されているということであります。で、あの練るとは絹を灰汁などで煮て柔らかくすること。すすしは生糸は、生のあの、なんだろう、糸片にあの絹そうだな、絹っていう書いてすすし、つまりあのすすしとはですね、あの生の糸のことであるっていうことだそうであります。で、生糸の織物で ので練っていないものを指す、現物を指すということです。これで伊勢神宮への甘味噌も大嘗祭の装束も精錬してない生糸で織り上げられた特別な布地であることを説明しているというふうに、愛知県の三市業史には書かれているそうであります。なので結構この発音からするとですね、どうもこの説があの一般じゃなくて正しいのかなっていうふうに思いますけど、まあでも一般的にはこの地方で取れた清純な汚れのない糸っていうことでよろしいかというふうに思います。神宮のまあいろんなところに使われる家紋も花菱のもんでね。で、あのこの辺り豊川用水っていうのがありまして、で豊川用水が、あの、まあ、この辺りの水をウレダムから集める、ウレダムの辺りには赤引温泉とかそういったのがあって、そのあの辺りが昔多分発祥の地じゃないかなっていうふうに想像してるんですけども、そこからその今豊川用水を使ってですね、甘味噌ご利用しょって先ほど申し上げた渥美半島の先端のところの神社までですね、ちょうど最終のところがですね、水がこっから出て終着点がですね、御料所のところにある八太地池っていうそこのところに行きます。それであと、あの中央構造線なんかもこの辺りを通って、そして、渥美半島の先端、つまりあの御料所の辺りを通って、そして伊勢神宮まで続いて、そのラインがね、繋がって通ったらね、なんか偶然にしてはなんかこういろんなね、繋がりがあって、で、あの冒険の時は必ず雨は降らない、もう前の日が台風であっても後から台風が追っかけてきても、ね、三重県で雨の多いところなんですけれども、あの宿泊の場所から神宮の会館まで、あの行列を作って1キロぐらい歩くんですよ。1キロないかな。その間雨に一滴もですね、この十数年
濡れたことはない。4年ほど前びっくりしたのはあのもう雲がですね、もう今にも雨降りそうだったんですけどね、その、 あの箱がですね、糸が入ってる箱がその神宮の庇に入った瞬間にバラバラってこうね来たりなんか、あとの三列車は濡れたりなんかしてね、ほんと多分あのまあ大神様は自分の衣が濡れるのが嫌うんじゃないかなってね思うくらい本当に。で弟のスマホで雲のその場所をこう写すんですけど、なぜか本当にすっぽり神宮の近くだけ抜けてました。先も後ろも全部抜く、ね、真っ黒、本当にすごい分厚い雲の隣に黒い画像が写ってたんですけど、そこだけぽっかり開いて、で前日もうあのすごい横殴りの雨がしっかり降ってたんですね。で朝起きたら神宮会館の前の植木鉢がほぼ全部転んでました。でその中で大丈夫かねって言って7時半ごろ見てたんですけど、8時半からそこを出発するんで、神宮会館から出て神宮まで歩く間雨降らなかった。でそれで今その弟の結果、今のその、腰っていうか、あのカラビツが本当に神宮会館の中入った途端にパラパラ降ってきて、裏の人はだんだん、まあ、ここまで降らなかったですけど、そうあれは本当にびっくりしましたね。父がよく案じゃないと、案じはない、要するに案じたことはないということなんですけど、何十倍っていう太さと長さですよね。相当のスピードで成長していくんですよね。細かく刻まなくてももうこのぐらいこの状態でもう食べたけど、力がついたわけですね。これが2例目に入ったっていう。3例目。あ、そうですか。そうするとまだ最初の時は1例目でから始まって2例目があったわけですね。はい。あ、そうなんですか。2例目の時はこの半分ぐらいですね。大きさが小さいから、この半分ぐらいの座で済んだ。だけど同じものが増えたっていうか大きくなったってことなんですね。大きくなるから増やしてやらないと。ああ、そういうこと。最初はこのぐらいでしたよね。そうそうそう。それが倍になって、それ3例目だからその倍に。それが今日多分竹本さんが来たらこの2座を4つに増やすと思いますけど、これをさらに3例目に入ったから、はいはい、あ、そうなんですか。それで向こうへ持ってくる、向こうの産室の部屋へ、それで蚕棚を並べて広げていく。あ、そうなんですか。だけど普通の人こういうのがあの庭にのなんか木の葉っぱにおると、ああ嫌な虫がおるって知らん人は思っちゃいますね。だもんで、その虫が大勢おるのがダメな人はお蚕を買えない。買えないですね。1万5000もびっちりですから、こんなになりますからね。8センチぐらいになる。体重的にはもう、この指より太くなります。ちょっといいですか、この指より。ご霊気になると、もうあとは食べるだけで、ダッピはもうしないんで、食べるだけ食べて糸張っておくんですね。それであのちょっとこの間お聞きできなかったんだけど、その糸張っのそのまあお蚕様の口からこう張っわけですよね。はいはい、それであのほっといても張っんですか、引っ張り出すんですか。いや、もうほっといても張っよ。眉になったものを、あ、固まってもこうなったものを、前きれいな前作るんです。それでそれを引っ張った時になんかあの絡まって変なにならないんですか。いや引っ張るっていうのはあの糸を引っ張 る, っ張る、それは製紙会社があのやるんで。ああ、そうなんですか。一、個の前でだいたい1200から1500メートル、1匹っていうか一つの前で、なんて糸って言ったらいいんですかね。そう、一つの前で、
こう虫の間は糖ですけど、眉になったらもう軟骨ですよね。軟骨ですか。糖っていうのもおかしいですね。糖だからっていう意味らしいです。そうなんですか。うん、いや1万5000頭で糖なんていうと、あの牛や豚をベースすると全然違ったもんで、だけど、家畜だから糖っていうらしいんですよ。あ、そうなんですか。私も詳しいことは知りませんけど、はいはい、そういうふうに聞いてます。あ、そうですか。そうすると、そのそういう言葉を使っても、その関係者の間では不自然ではないんですよね。家畜化したっていうことですよね。さ、最初は野産だったものが、はいはいはい、絹が取れるっていうことで、はいはいはい、家畜化しちゃった。はい、それで糖っていうわけだ。うん、牛や豚と一緒だっていうらしいですね。確かに、そこからいろいろ、まあ、あの利益をいただくんだから、うん、それは同じことですね、家畜と。まあ、四つ足でないと家畜と思わんちゅうのがおかしいんだ。幼稚園の人たちが見学に行きたいっていうことです。まあ、そのくらいないんですけど、私 の友達はなんかそういう、最初の状態、一例の時から、はい、と1万倍ぐらいになるそうです。1万倍ね、やっぱり。うん、はで、これは5例ぐらい。5例、もう5例だから、もうどんどん食べる。あ、糸を吐くまでどんどん食べ続けます。ちょっとまだ成長、まだあと1センチぐらいは長くなる。あ、そうなんですか。太くなって長くなる。もう休むことはないもんで、次はもう糸を吐いて、眉の中入っちゃうだけ。もう5例になったらもう食べ続けます。そうですか。まあ、今が食べ盛りじゃなくて、うん、もう最初から食べ盛りなんですかね。やっぱりね、五霊の食べ方は全然違う。違いますか。これも12時にあげたんですけど、見えなくなるまで。12時と、あの昼間の、昼の、まだいくらも経ってませんでした。1時間半でもう、はい、どんどん食べて白くなってきて、これが真っ白になって、あと2時頃には多分真っ白になっちゃう。というのは食べて、こういうふうに、こういうふうになるんですか。うん、すごい食欲っていうか。そうですよ。お手伝いに来てる人もびっくりします。脱皮するもんで、あ、その時にもう2例過ぎからはもう色が白くなって、あ、そうですか。まあ、ちょっと変な話だけど、こういう色なら別に気持ち悪くないですね。うん、まあ、で、普通の長所やなんかの幼虫だと、なんかちょっと、あのクワガイコって畑の中で、あのこれを食べて眉を作るやつは茶色っぽいですよ。あ、そうなんですか。天然にいいですか。あ、そうなんですか。クワコって言ってるやつということは、ここでこれはもう人工的なあれだから。あ、それでこういう色に、うん、でも色乗ってるわけじゃないですか、ね。違う違う。人工って言ったって食べ物か。あ、人工っていうか、人工的に孵化させて、で、あのお客さんのいつ頃欲しいっていうのに合わせて、あの卵が買えるように三種会社でやってる。三種会社でやってる。うん、あ、そうなんです。畑でね、この色だったらもうすぐ鳥に食べられちゃうからね。あ、そうかそうか。保護色にもなってるわけです、ね、天然の場合は。なんか音がしますけど、これ食べてる音ですよね、きっと。小さな、なんかシャリシャリ言いますよ、うん、言います。もっとクワあげたばっかりの時にはもう本当にあのジャリ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 。ああ、この音聞こえんかな。こんだけ少ないとなかなか音が聞けないけどね。あげたばっかりはすごいです。そっちの方があれかな。ちょっとさっき12時の時にはもう雨降り状態。あ、そうですか。うん、でも十分聞こえますわ。回しますか？1台でいい？2台。2台から。
ふわっと。ちょっといいですか。うん。ちょっとこの、うん、ふわっと。ここに落ちた。ええー。ああ、そうか、西に並べてくると、ああ、そうですね。これ止まる、ではないか。ちょっと、いや、これも何かい、これがプアにいる、多分、おかいこさんの原種って言われてるやつって言ってましたよね。自然にいる、はい、野生のおかいこさん。さっき話してた、自然のは何白くないって言ってましたけど、そうそう、自然のは白いとすぐ目立っちゃうから、なるほど。2つ並べて撮影タイム。確かに理科の前提。やっぱこれ育ててると親の方がね楽しいって、親が楽しみます、子供。チギニっていう地名は、その当時のあの絹糸を税金として納める時代の、はい、あなたの神で、神の地区は千両、下の地区は千両、朝廷へ納めなさいっていう、あ、それで千両と書いて、でちぎり、なんでちぎりっていうか知りませんけど、あの遣唐神社っていうのがあの辺にありますね。遣唐神社、はい、はい、そこがその今昔物語の出てる場所、あそこって今昔物語に出てくる、うん、はい、ちょっとあの犬がすごい白い糸をずっと吐いて、はい、吐き終わって死んで、はいはい、で桑の木の根元へ埋めて、そしたら桑の木にすごい貝とかいっぱい出て、いい糸が取れるんで、これを朝廷に納めるっていう。その伝説は聞いたことあるんですけど、現実にあのそういう感じがあるとは思わなかった。そこのお宮はだから桑の木がご神体で、あ、ご神木で、はい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 、それでこの桑の葉っぱはやっぱり水気があんまりないのがいいんですよね。あの昔のウサギをちょっと家で飼ってた時に、あの濡れた葉っぱを与えるといかんなんて、そうだね、死ぬよね、死ぬというか、そんなこと言いましたけど、多分そんなにもう座も湿っちゃうからね、葉が、はいはいはい、病気が固まってるから、病気が出たら一点にいる、あー、なるほど、ポツンポツンじゃないからね、うん、それでこれある程度乾か、乾燥でもないかしらんけど、うん、水気を取って大体取る、うん、それから刻んで与える、うん、これになって、まあ、もはや4日あのいろんな意味合いで増やそうっていう、うん、基本的にだから久井さんはまだ…この辺からも…この辺からこっちを、うん、ちょっと右左分けてもらって、こっちから行って、まあ、君こっち、まあこの子たち元気だけど、巻いたって大丈夫ない、小さい時には行かんけど、はい、じゃあいやそれまたそこから戻しちゃうんで、ちょっと待って、それでここ広げるにか、ここを、うん、まあ、取らんと、ごめんね、ちょっとだけここをやってみる、そっちらへ、こっちも、はい、ちょっとこのまま置いてみます、はい、これで、うん、下の、そうそうそう、ま、どこまで行く、網を、落ちてる場所ですか、あ、広げてください、すいません、そうじゃないと、いや、そのまま、きれいにしてから広げる、これ持ち上げた方がいいですよね。あ、そう、はい、
ってね、我慢してもらって。ごめんなさい。こっちです。どっちでもゴミを捨てて。人がおらんと。ちょっと痛い、痛いすぎるよな。こっちはコロコロって行けば行けるわけだね。さっき向き変えたで。あ、そうそうそう。でもね、そっち行ってからこういう風に戻して、そっち行ってから真ん中からこっちへ戻して、真ん中から、うん、はい、それで、まあ、この上の網をこっちへ戻して、はいはい、こっち、これを、これをこれを、あ、全部だけ、これを戻さんと戻らなくなっちゃう、あの、あ、ちょっと網がもうちょっと向こうへやる、それでこれで広げる、ああ、はい、あ、網、網取っちゃった、片付ける、足元を見てないね。そうそうそう、ここ前に足元を見て、広げる、広げるけど、こっち、こっち、こっち、まあ、いいや、そっちにしても広げる、ここ開いてるよ、そこが、あれだよね、ここかっこいいね、絶対だから、分けておかないしょうないね、これからと思うけど、大体終わると片付けるここで使う前にさ、ならすじゃん。ここで回転する。取ったやつは上につけちゃえばいいですか。よいしょ。こっちかかりました。かかった。いい？はい。はい。じゃあ回ります。回ります。じゃあ話してみます。回ります。かわいそうなんで、下に受けがあるもんでさ、はい、ショックは柔らかくけど、ないと思う。のしみ、うん、ここの、はい、はい、本当に問題なのは、はい、例を揃えるってことね。あ、1例、2例、3例、4例、5例、だんだん上に組み下げてバラバラになって可能性が高い、はい、なるべく起きた子、寝た子、成長を遅く、こっちもありそう、本当はね、こっちの前、触って、押してダメ、押してダメ、この枠も回りそうですよ、回りそうですか、動画で撮ったら上は全部、上こんな、こっちは買って、そこから始まる、で卵から孵化したものを買い始めて、回りそうなんだけど。さあ、それがこの子たちはしがみついとる子だで。ねえ、これって回らないかな。落ちてる。こっちに乗せて。これとこれが先です。これがね。うん。つけて。そいつと。止まった。どうやってこれを乗せていこうかな。はい、まあ、おー、下も回った。うわー、やばい、クリコさんかわいそうに。うわー、いらなくなるで、少なくなるで、まあ、とにかく気がないか、まだたくさん、うわー、まだ、うわー、
はい、じゃあ。